This is the Nozomi Super Express, bound for Shin Osaka. We will arrive at Shin Osaka Terminal in a few minutes. お疲れ様でーす。疲れたくす。お疲れ様でーす。疲れましたね。疲れてこんなになっちゃいました。目が真っ赤になった。どうしたの？気づいたら赤くなってました。一口。うん。うまい。すいません、ありがとうございました。お疲れ様でした。頑張ってください。ありがとうございます。応援してます。気をつけてね。どうも皆さん、おはこんばんにちは、そうです。ただいま大阪に来ております。ジャパンマスターズです。はい、ついに本年に一度のお祭りの日がやってまいりました。僕はマスターズ水泳始めてから、ジャパンマスターズに出るのは今回が初めてなんですけれども、はい、マスターズ水泳の大会で地方遠征するのも今回が初めてですね。はい、初めて尽くしですけれども、いや、どんな大会になるか楽しみですね。どんな人に会えるかも楽しみですし、早速あのそばちゃんとちょっとご飯食べて串カツいただいてきました。はい、ホテル移動していきます。はい、到着。というわけで今日から3日間、ホテル WBF 本町さんです。ここに3日間お世話になります。一人部屋だからできるトルネードだ。おはようございます。今日からレースです。今日は50の平泳ぎと 4×50 の混合メドレーリレーに出場します。平泳ぎ終わってからリレーまで、まあ、多分長くて30分ぐらい時間あるかどうかみたいな感じなので、まあ、どちらかというとリレー頑張りたいんで平泳ぎの扱いをどうするかというのを結構悩んでます。昨晩はね、めちゃめちゃしっかり寝れました。なかなかこんなに熟睡できることもないなっていうくらい熟睡できたんですけど、熟睡するためにしてることっていうのはいくつかあるんですけど、まあ、その中でも自分がね、こう体感的にしっかりはっきり寝れるようになったきっかけっていうのは、こちらの、ノルディックオイルさんから出てる CBD オイルですね。こちらをね、最近ちょっと取るように、就寝前に取るようにしてるんですけど、これ取り始めてからめちゃめちゃ寝つきいいんですよね。で、眠りの深さもすごい深くて、毎朝すっきり起きられるんですよね。こちらあの、ホームページの方と、あと 30% オフで購入できるクーポン僕持ってるんで、まあ、もしよろしければ概要欄からチェックして使ってみてください。最初は 5% から、薄めのね、5% くらいから始めるのがおすすめなんですけど、これいいっすね。ちょっと、常用しようかな、これ。
キラーン、キラーン、キラーン、でした、金メダル。わー、いやー、いいなー。どうぞどうぞ。沙織さん、金メダルおめでとうございます。みんなのおかげです。逆光がすごい。なんか今回すごい話しかけていただけるんですけど、いや、すごい会う人会う人みんな喜んでくれるんですよ。僕みたいなのに会えるというだけですっごい喜んでくれる。本当にありがたいです、はい、それだけで地方遠征来てよかったなって思うぐらいありがたくて嬉しいことです。本当ありがとうございます。明日も頑張ります。おはようございます。2日目、いや実質的には、4日目なのか、はい、僕のマスターズ水泳2日目です。昨日は50の平泳ぎで3位で、その30分後ぐらいに混合メドレーリレーがあって、そちらの方ではね優勝することができました。今回は本当に平泳ぎを泳いでくれた全がですね、チームに入ってから一度もリレーを組むことなく大阪に転勤になってしまいまして、で今回ジャパンマスターズが大阪で開催ということで、全がね出るっていうんで、大阪に転勤してからもうずっと僕たちのチームにいてくれた人なんで、その恩にはねちゃんと応えないといけないということで、でそして沙織もチームに登録してくれたちょっと後くらいに、コロナが始まってしまったんで一緒にリレー組めなかったんですよね。なので沙織と全とリレーを組むために大阪までやってきたみたいな感じなんですよね。で、もちろんリレー3人じゃ泳げませんから、こっちが地元の、志保が参加してくれることになったんで、そのおかげで今回のリレーが実現したので、頑張れてよかったです本当に、はい。自分のラップタイム的にはね、微妙なところは確かに多々あったんですけど、ただ目標が達成できたからね、みんなでリレー組んで、優勝できたらベストだねみたいな感じだったけど、勝ててよかったなって思います。はい、今日は 50m の自由形です。頑張ります。どうしたんですかこんなところで。ちょっとなんか用事があってきたんだけど、なんか大阪って冷たいね。思ってたんと違う。もっと楽しいの想像してた。腹痛いて。リーダーは男子62国民の競技を行います。やっぱスタート強い。いけいけ、このままいけ、このままいけ、いけ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 、あ、すごい、押さえてる、ちゃんと。おー、すごっ。待ってんの、待ってんの、皆さん応援ありがとうございました。キラーン。はい、23秒40はシーズンベストですね。はい、シーズンで一番いい泳ぎができました。久しぶりにこう気持ちが乗ってきちんと自分のやりたい泳ぎができたなっていう感じだったんで、はい、フィンスイミングだけと言わずに競泳も頑張ろうって思いました。ありがとうございました。またたくさんの方お声掛けいただき本当にありがとうございました。すごい有名人になった気分でした。はい、何笑ってんだよ。打ち上げ行くぞ。ありがとうございました。あ、すいません、すいません、25m9 回とかやめろって。
めろって。レインボーのよりよ。本物だ。なんかいつもより元気ないじゃん。疲れてます。普通に久しぶりのレースで疲れてます。ああ、ここがね、すごいなんか観光客っぽい感丸出しになっちゃってるけど。やっと飲める。わらび餅。おはようございます。今日10月2日ジャパンマスター最終日です。今日は志保の引率をするために会場に向かって、夜は水泳お父さんとのイベントです。このホテル、駅からホテルに行くまでの間に神社があるんですけど、イカスリ神社っていう神社がありまして、リレーの日の朝向かっていくときは何も感じなかったのに、リレーが終わって帰ってくるときにはなんかね、すごい神社に呼ばれてる気がして、で鳥居をくぐってから鳥肌がすごくて、もうずっと鳥肌立ってて、でこうお参りさせていただいたんですよね。そしたら昨日の朝ウォームアップしてる最中に、あ、こうやって泳いだ方が早いかもみたいなひらめきが急に降りてきて、でもそれってリレーの時のウォームアップの時にはこう全くなかったもので、だから急にこう考えがね降りてきたから、あ、やっぱりなんか神様って本当にいるんだなっていうね。で今日はまたあの同じ道を通ってるんで、移動する前にね、昨日のお礼をさせていただいて、それから会場に向かおうと思います。これでイカスリ神社と読むそうです。まあ、全然読めないよね調べてみるまで分かりませんでした。では今からお礼行ってきたいと思います。境内は神様が映ってしまうといけないので、映さない方向で行ってきたいと思います。うわ、ゾクゾクする。あ、めっちゃゾクゾクするいや本当にたまにねこういう神社あるんですよはい、ものすごくこうゾクゾクする神社、お寺さんとかねたまにあるんですよね。じゃあ移動します。この子は恥ずかしい、コナミでパンキターを着てて、大阪体育大学で私の後輩らしいですそして今のチームベテランで、あずさんを見て、ピンスイミングを始めましたありがとうございます。来ました、皆さん来ましたこれ YouTube 載せていい？全然大丈夫ですいつも YouTube を見てる。ありがとうございます。すごい、後輩でしかないな、ほんまにコナミに、滞在に、いろいろ全部後輩じゃん。フィンも麻生さんを見てフィンスイミング始めたってすごいな。ありがとうございます。 YouTube やっててよかったな本当に。やったろ？え、やるやるやるほんまかな、あのノー編集 の、ね、テロップもないやつ面倒くなるやつ途中であげへん今日は何出てるんですか？今日は50バックに出ます。もうすぐですね、はい、頑張ってください。頑張ってきます。はい、行ってらっしゃい。声かけてくれてありがとう。ありがとうございました。せーの、ママなんでやねんお父さん、ちょっと写真撮ってもらってもいいですか？はいそうなんです。おたくっとるやろ、おたくっとる。会いたかったんです。やばいっしょ、やばいっしょ。絵力すごい。私初めて会った。今あの辻井さんとは1ヶ月ぶりに会ったので、ご挨拶させていただいて。松田志保です。よろしくお願いします。お父さんです。みんなのお父さん。お父さんです。
今回もダブルベッドを一人で使うという贅沢っぷりです。ちょっと今まで泊まってたホテルがやっぱちょっと広いですね。すごい、ケーブル類この中に入ってるの、めっちゃ便利じゃん。できれば荷物整理して少し仮眠取ってから、これから水泳お父さんとコラボイベントあるんで少し休んでから行きたかったんですけど、まあ、ちょっとその時間ないっぽいので、荷物も荷物を詰め替えたらすぐ出かけたいと思います。お風呂チェック、でん、あ、湯船広いね、これはありがたい。これちょっと宿取る場所完全に間違えた感じがありますね。あの東梅田の駅までね、電車で行くよりも歩いて行く方が近いっていうね。で、歩くと 1. 点何キロとかだったんで、多分僕の足だと20分ぐらい時間かかるんですよ。お父さんと事前打ち合わせも兼ねて17時に東梅田駅に着くように動きますって言ったんですけど、結構際どい急いで歩かないと、僕歩くの遅いんですよね。水泳お父さんとのイベントが終わって、ツイッターで知り合った人たちと焼肉食べに来ました。ありがとうございます。皆さんのおかげで大阪の夜楽しく過ごせました。本当にありがとうございました。ごちそうさまでした。ありがとうございました。お疲れ様です。大阪ラブ。大阪最高。ありがとうございます。ありがとうございます。応援してます。今後ともよろしくお願いします。応援してます。おはようございます。今日は10月3日です。はい、昨日は志保の引率して、でその後水泳お父さんとこの対談イベントみたいなのをやらせてもらって、でその後ツイッターで知り合ったあの関西を拠点に活動されてるあのスイマーの方々とあの焼肉に舌包みを打って今朝になっております。あの自分でプラ手配ホテルね手配したんだけど、朝食付きプランにしてたことをすっかり忘れて朝食食べてきたんですけど、ホテルの朝食ってなんであんな美味しいんですかね。あのしかもちょっとオーバーカロリーになり気味っていう感じで、荷造りはもう終わっていて、あとはパソコンとかこのカメラとかそういったものを、まあ、自分が商用のねバックパックに全部こう詰めたら、まあ、いつでも出れるっていう状態にはなってます。何食べようかなせっかくなんで大阪っぽいものをねちゃんと食べて帰りたいなって思います。吉野寿司さんでバッテル上がったんですけど、店内では食べれなくて持ち帰りのみということで、これを帰りの新幹線で食べたいと思います。ここの親子丼はめっちゃうまい、それだけは覚えてる。花だこさんのたこ焼きもめちゃめちゃうまいのは覚えてる。いつも人並んでるんですよ、ここ。タコ嫌いな僕が食べれるたこ焼きなんでかなり美味しいです。帰るよ。大阪いい思い出いっぱいできました。皆さん本当にありがとうございました。25番線停車中の列車はこの後回送列車として車庫へと入ります。 The Nozomi Super Express bound for Tokyo will be stopping at Kyoto.